花巻南インターチェンジすぐそばの新勝寺にやってきました。こちらは宮沢賢治ゆかりのお寺なんだそうです。今回は初めてのお寺での御神巡りです。岩手の偉人宮沢賢治の菩提寺として知られている新勝寺。宮沢賢治のお墓があり、学業向上、合格祈願など受験生のパワースポットとしても人気なお寺です。こちらが宮沢賢治さんが眠るお墓だそうです。南部家の末裔の36代目の南部日寺上人という方がご縁あってこの地に最高建立させていただいたお寺なんですよ、はい、新勝寺としてですね。そしてここを建てる前に小さなお堂を建てるということで、はい、宮沢賢治さんが熱心な法華経の信者でしたから、勧進帳という法華堂建立勧進文というのを宮沢賢治さんにいただいています。その時からまず賢治さんとのご縁はあります。自分の家系のお寺に手を合わせに行くことはあるんですが、こういったお寺に参拝することってなかなかないと思うんですけど、お寺は、仏教の教えでは、はい、今皆さんがどうしても亡くなった方ばっかりがお寺だと思うんですが、本来のお釈迦様の教えは生きてる人が幸せになるためのお寺ということなんですね。ですから祈り祈願幸せになること様々、生きている人の幸せのためにお参りするところがお寺ですから、どうぞ進んでお参りしてください、はい、ありがとうございます新勝寺の入り口にはユニークなものが。世の中には自分さえ良ければいいという鬼のような人がいる。世の中にはあらゆることを自分を感情に入れずにいつも静かに笑ってみんなの幸福を願い行う菩薩のような人がいる。さてあなたは？通学路にあるこのお寺、子どもたちの反応を聞いてみました。小学校何年生？3年生です。ここのメッセージはみんな知ってますか？はい、読んだりするの？いつも、はい、いつも読んでます。いい言葉だと思う。いい言葉だと思う。ご住職からのありがたいメッセージに子どもたちは何を感じるのでしょうか。それでは御神をお願いいたします。はい、ご参拝ご苦労様です。じゃあ慎んで書かさせていただきます。お願いいたします。少々お待ちください。はい、しました。慎んで書かさせていただきました。ありがとうございます。いや、こちら宮沢賢治さんの版が押されています。そして独特な筆使いで迫力ある御朱印ですね。宮沢賢治さんも大事にしたという今を生きている私たちが救われ幸せになるようにという精神が受け継がれています。33、小吉、うせもの出にくい。これ私いつも物をなくすんですけど、これからはなくさないってことですかね。